RDS レーシングお久しぶりです。いやいや、今回なんですけども、ね、はい、いや、ここは RDS の埼玉、そうですね、スタジオと、はい、改めてここ、はい、ね、サーキット作っちゃったんですか。そうですね、なんかサーキットという言葉が正しいのか、テストコースっていうのは正しいのか分からないですけども、はいはいはい、こういうね、まあ、いろんなモビリティ開発してる上で、うん、ちょっといろいろ試したいなということで、うんうん、ちょっと作っちゃいましたね。これ、いや、せっかくなんで、はい、ちょっとほら、コースウォークして、うん、ちょっと解説いただきたいなと。さっき初めて走ったんだよ。さっき初めて、この二人のが走ってる。じゃあ、ヨシさんと小西さんに解説を聞きながらね。多分小西が一番知ってると思います、さっきの。なので、社長も学んでください。コーナーの名前とかも決まってないですからね。あ、そうなのね。うん、これ例えばじゃあコーナー何、これ見てくれてる人たち、うん、スポンサーの方々もしいたら、うん、ほらね、日立大手をモチブス、うん、システムズスキンとかさ、でも、あしてもね、あるじゃないですか、うん、ああやりましょうやりましょう。見たことないぐらいでっかい看板だよ。でちょっと お二人今中心になると思いますけども、行きましょうよ。ちょっと走りながらここ何が難しいとか、うん、これどういうこうねところなのかっていうのをちょっと聞きながらよろしいですか。じゃあ高速、うん、よろしくお願いします、はい、じゃちょっと行きましょうか。走りながらなんですね。走りながらめちゃくちゃ汚い、まあ、歩きながら普通に高速しながら。え、ちなみにここのコース設計したのは、うん、僕です。あら、僕とあとはまあうちのメンバーたちがいろいろやって、うんうんうん、でまあ大体全長では 400m ないぐらい、はい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 、300何m ぐらいで、うんうんうん、意外になんか短いんですけど、うん、まあ、大体さあのカート場とかだったら1キロあるかないかぐらいじゃない、うん、まあ1キロちょっとぐらいですかね、はい、新特急とかも 1.2 とぐらいですよね。だからまあその3分の1とかだったんですよ。なるほどね、うん、でなんかこうカーブの作り方としてはそんなに R はきつくしてる感じじゃないってことですよね、多分ね。でも走ってみて思ったんだけど、うん、きついわ。めちゃくちゃきつい。一箇所めちゃくちゃきついとこ。本当にクラッシュパッドを必要。うんうん、その想定じゃなかったね。想定じゃなかった。ここら辺はね、まだここ気持ちいいよね。うん、こういい感じ。ここもなんかこのアウトからウィンでこう綺麗に直線で行くんだけど、ね、ままうんけね、めちゃくちゃ意地悪いのよ、入り口が。あそこね。あそこ。うん、あそこが最悪。あそこはきついですよね。きついよね、うん、しかもさ、ここ上りになっていってさ、あそこから下り始めるんだよね。そう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 、しかも逆バンクがついてる、うん、ね、一番スピード乗るんだけど、うん、めちゃくちゃ怖い。ちゃんとブレーキなりなんなりしないと、うん、でここなんか変にね、インつくと危ないのよ。そうだね、うん、遠赤が全部危ないんだ。そうだね、遠赤にまず乗れないからね。遠赤はこれ、ヨシさんなんかあの車で走ってたんですよね。これ走ったんですよね、はい、これどうでした、これぐらい走ってみたら。ここのコースこれ結構タイトなんですよ、全体的に。なのでなんかこうここ確かにそうね、そうサーキット走る感覚ってやっぱジムカーナイルみたいな感覚で、どうやってクイックに曲げていくかみたいな。400m のコースでそこまで考えなきゃいけないのやばいね。あとね、まあここクラッシュパッド欲しいね。あの、すいません、あの見直すコーナーじゃないんですよ。我々のコースを見直そうみたいな。一応これスタートラインですか。一応ね、ここ、ここがスタートラインになってるね。で、イメージとしては、うん、あの辺をピットにしようかな。なるほどね。ピットもちゃんと作ろうとしてたのね。いや、ちゃんとコースだもんな。でもまあもちろんもう EV に限定してるから、はいはいはい、騒音とか、うん、そういうのはちゃんと気にしてやってるんだけど。そうね、そうね。意外に田舎の良さを活用してると思う。これ東京じゃ無理でしょ。無理無理無理、絶対無理、絶対無理、絶対無理。うん、最初さ、本当なんて田舎に俺は来たんだろうって思ったけど、イギリスから帰ってきた時今となってもこれを有効に。いや、本当よ、本当に本当すごいね。本当すごい、これ舗装が綺麗。ここのコーナーが、うん、多分このコースの肝なんですよ、この S 字が、ね、ちょっとわかるところだね。めちゃくちゃここから見えてもちょっと上り坂になってるところの S 字なんだよね。そうなんですよ。で、これなんか思いっきりアウトからこう入っていかないと、コンテナに突っ込みそうなんですよ。あとで見えますけど。そっか、そういうことか。だからさ、将来的にはここでみんなでなんかちょっとわちゃわちゃ開発したバイクとか、うん、いや、いいね、めちゃくちゃモビリティとかさ、うん、走破性とかさ、うん、走る楽しさって大事じゃないですか、うんうん、もちろんあの行動ではさ、やっちゃいけないこととかもあるけども、そうそうそう、うん、でもその中でもそのどこまで挙動するのかとか、うん、はいはいはい、そういうのってすごいやっぱ僕らもやっぱり知っとかなければいけないので、うん、ここはもう格好というかね、格好の、ね、本当だから失敗できないから行動だと、うん、でもここだったらいくらでも失敗できるじゃん。そうですね、ここもこの最終コーナー気持ちいいよね。ここ気持ちいいですね、うん、この最終コーナー
久しぶりに、初めて空手やった時を思い出した。あの目線をっていう、あ目線あそこに来ると奥に来るから、目線をもものすごい見どころ多く、そうね確かにね。だからこれ感染したのが先月、うん、先月ぐらいだから、うんまあ、10月ぐらいですかね。で、まあ、これからはもうどん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 、まあ、それこそ、うん、僕ら以外にもなんかいろいろ開発してて、でもトライアンドエラーできない人とか、はいはい、面白いモビリティとかね、うん、持ち込んでもらえたら面白いじゃないですか。めちゃくちゃいいね、確かに。それは面白い。だから、うん、もううるさくないっていうことが限定だね。そうね、そうね、そうね。で、壊れたらさ、すぐあの会社あるからさ直したってね、ファクトリーで、でけえファクトリーがあるから。そういや、すごいな、これすげえわ、マジで。やっぱ歩いてみてなおさらやっぱいいわ。そうなの、だいたいこういうさ広大な土地をさ手に入れたらさ、うん、みんなファクトリー作りたがるんだけど、うん、そうじゃないと。いやでもまさかだよね。ちょっとだけ作りたいけど手狭になってきたから。いやでもやってることはもうトヨタさんと一緒ですから。そうね、トヨタさんも自分たちでね作ったじゃないですか、ね、テストコース。もうトヨタ、ホンダみんな持ってるじゃないですか。ね、あのよりのイーロン・マスクになりたい。よりイーロン・マスク、よりイーロン・マスク。たまに出るのは北関東のイーロン・マスクだけど、今日はよりを全面的に、あの今回ねこのコース作るにあたってよりの方たちにお世話になったんで、ね、よりイーロン・マスクこれで一周か、うん、これで一周。ユースケさん一周してみてどうですか。いやすげえ気になったことありました、うん、あっちに。おお、なんかあそこにね、途中でしたけどね。え、行きます、もう一回。はい、ほらね、あ、これですね。あ、確かに。あ、はい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 。なんかね、これちょっと巨大な粗大ゴミみたいなね。ちょっと雑に扱ってますね、なんかね。粗大ゴミね、まあ、なんか、はい、頭隠して尻隠さず。なんすかあれ、重機みたいな。重機来てますかね。いやもうちょっとね、もうここまで来ちゃったんであれですけども、はい、これこのちょっと屋根見てもらえますか、うん、はいはい、屋根、ね、ありますね、はい。そこだけすごく守られてるんですね。なんつうの、ちょっと高い田舎のさ、はい、ガソリンスタンドみたいな。わかりますよ、灯油売ってるとこ、灯油売ってるところみたいな感じだけど、何守ってるのみたいな。そうね、そこだけなんですよ、守ってるの。それ何、あいつ見ます、見ます、いいっすか、見させてもらってます。じゃあちょっとっ撮っちゃいますか。撮っちゃいます、ね、まさかこいつ埼玉に来たな。せーの。何がせーのやつ、誰でやる。あ、来た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 。うわ、あ、なんか引っかかった。うーわー、すげー、すげーよ、すげー、これじゃじゃん、いや有名なやつだ、メガボ、いやすごい、降臨メガボッツ。ちょっとじゃあ並んで、うわメガボッツやね、メガボッツ。今ここに来たの。ここに来た。そのための屋根。すごいな。うわ、アイアングローリー、アイアングローリーです ね素晴らしいね。まあ、RDS チャンネルでもね何回か出てはいますけども、はい、まあ、ちゃんとしっかりこうやってご紹介するのはね初めてですもんね。初めてでしょうね、うん、ご紹介します。これがですね、メガボッツアイアングローリーです。いや素晴らしい。これもともとうちで開発したものじゃなくて、はいはい、あのアメリカの方で創業したメガボッツ社が作ったものを僕たちが譲り受けたっていう形で、はい、うん、この 4RE っていう会社が運営してて、でそれを僕たちが保管してるみたいな、うん、なかなかさないじゃないですか。あのこのメガボッツ置いとけるの、はい、一回あの愛知の方に置いてあったんですよ、はい、何これ珍百景出てましたか。あ、そうだよね。いや、それこそ朝倉未来選手の ね、 ね YouTube チャンネルも出たりとかしてますし、朝倉未来さんが、うん、あのここからね、なんかさちょっとさ、これでしたっけ、仰々しいじゃん、なんか怖いじゃん、うん、ここからね、何出るかって言ったら、ね、T シャツなんですよ。あのプレゼント的なね、そうプレゼント用でシャンパンパンパンと飛ぶんだけど、うん、それを朝倉選手は取れるかっていうので、はい、唯一朝倉選手が取れたんじゃないですか。そうだよね、うん、あとこれ珍百景も出てたけど、うん、千鳥の愛席食堂にも出てたよ。え、これの愛席すんの。これ放送日いつだっけ、まだ先だよね、1月だったらあれ出てるよね、まだ逃走中出てる、逃走中、12月31日出てる、そうだよね、うん、いや出てんのよ、出てんのよ、たくさんいろんなメディアに。そうだからここのさっき言った、まあ仮にそこを、うん、
タートラインにすると最終コーナーはメガボツコーナーだ、ね、そうだよね、すごい、でそれはもうメガボツコーナーで決定だよね、だからね、ちなみにこれ動かせる、見てください後ろにドライバーバイロバイロットが今はもう本当にあのマーベリックスみたいなトップガンマーベリックス、ちなみにあの2、3ヶ月前にパイロットになりたてだから初心者、初心者うち今ね、2人ぐらいしか操縦できないから、そうなんだいや、これじゃあちょっとじゃあ動かしてもらいますか、マジでちょっとじゃあパイロットの中村さんすごいね、すごいすごいすごい、これ動力セルなんだ動力はない、普通にこうない、そう、普通にもうエンジン、おおおいやっぱすげえわこれ近くで言うとね、うん、迫力あります、いやマジ映画のワンシーンだもん、近くで見るといいよね、やばいやばい、いやこれやっぱすごいわ、改めて見るとね、いやすごいね、 NFT じゃ伝わんなかったね、これはすげえうわー立ったうわ高っ立ったからかっこれはかっこいいよ、ね、かっこいいよね、これはかっこいいわ、これはすごい、いや、マーベリックス、この辺まで来れるおー、わーすげー、いややっぱこれすげーよ、うん、でかい、やっぱ近くで見るとでかい、これなんでさ NFT で伝わりきらなかったかな、多分大きさがそうだね、大きさが分かんないよね、ああやって人が乗ってると分かりますよ、うん、これはすごい、やっぱいやこれ 100% 子供喜ぶもん、うん、なんかさ、だって映画のワンシーンとかでさ、ここに人が倒れてさ、うわーこれはハーとかってさ、めちゃめちゃ絵になるじゃんめちゃめちゃ絵になるよ、本当にこれ怖いよね、来たら、うん、怖い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 、おかっこいい、メガボツコーナーできましたよ、すげえメガボツコーナーだ、いやこれはやっぱねロマンだわ、ね、まあね、あもうなんかちっちゃい時にありがとう、ありがとうございます、下げちゃっていいよ、いやこれさ今洗濯で出てきた人たちびっくりするだろうね何事かとごめんなさい、エンジンとこだけです、うわーすげーなー、やっぱもうメガボ、え、バックファイアしたの今、うん、バックファイアした時にめっちゃ俺が痛いいやこれすごいわ、そうなんですよ、だからこれがあのまあね、メガボツコーナーゆえんのメガボツ、うんうん、そうはね、これすげーな、すごいしか言えないところがいいよね、なんかもうなんだろう、やっぱ人生一回きりじゃん、うん、面白い会社がいいよね、そうねよりイーロンマスクだから、よりよりよりイーロンマスク、グリガン、よりよりそれ会社にあんのすげえ、いやマジで普通置けないですから、ね、いや本当にしかも大体365日中300日は被ってっからね、あれあのぜひあのね、あのこれご覧の方ぜひ、そう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 、イベントにイベントにイベントにお願いします、だ誰よりも引きがあります、引きがあります、うん、誰よりも引きがあります、多分、うん、改めてすごいわ、うん、もうコーサーキットがあって、うん、メガボッツがあって、うんうん、まあせっかくなんで例えばそのね RDS さんがこう開発したモビリティ使って、うん、ここでちょっとなんかタイムアタックみたいな、やっちゃいます、やろう、ねせっかくメガボツコーナーあるしこれさ、本当にさ、突っ込むのなしねでも今日いいんですよ、うん、うちの社員は、うん、ごめんなさい、走らせません、ほう、怪我した時嫌なんであの、違うんでいや、まあまあまあ労災がない立場、労災はない立場ですね、 R2 ね、はい、イクシーデザイン、はい、マグネット、はい、もう全然関係ないです労災聞かない、はい、資本関係も何もございませんのそうね、ヘ、ね、はい、ルメットだけ持ってこいって聞いたんですけど、うん、みんな何なんですかねさっき来ちゃってる、一応もう来てますね、やっぱり一応サーキットの交渉、着るとは思わなかったよ俺も自分の、うん、そうね、サーキットとは言えね、うん、自分のね、うん、もうね、ホームコー、ね、コースみたいなところだからね、うん、違うのよ、ホームコース俺が一番走ってないのよ今じゃあ、ちょっと、ちょっとね、普通になんかね、うん、こうできるものがあったらちょっとやりましょう、ちょっとじゃあ、うん、あの歩きがあったらね、うん、ちょっと説明しますけど、まあ僕らあの
あ、うまいな。うまいいか。あ、あさあ始まっていきます。タイムアタックスタート。さあここから始まっていきました。あ、早い。11秒ぐらいで同じだ。同じぐらいで出てきました。最後の住宅地 S 字が勝負になってます。ここも直線で、あ、かなりいいのついてきました。あ、うまい。あれ RBS 社員は乗らせんじゃん。行くぞ行くぞ行くぞ。勤務外の意地を見せれるか。そして最後も今急角度で曲がっていったが、いや、ここも抜けていった。これあるよ。膨らまない膨らまない膨らまない。これあるこれある。